誇り高き一つのチームと一つの使命、絶対に諦めない闘志、頂を目指し夢をつかむ。さあ行くぞ、登ろう。7月19日 VS 川崎フロンターレ。まあ、しっかり少しずつしっかりいい方向に持ってこれてるかなと思います。まあ、一つ一つのプレーの精度を上げていければなと思いながら考えながらやってます。選手はみんな本当にコミュニケーションしっかり取れて仲良くできてるし、やっぱりベテランの人とやっぱり若手の人と積極的に喋ってくれてるんで、そういう意味ではやっぱり選手はすごくいい雰囲気かなと思います。今はやっぱり真ん中の順位にいるんで、しっかりオープン試合勝って上位に行ければなと思います。まあ結構ハードにやってるんで、まあ疲労的には結構まあ、立ち上げてから結構、まあ、いい感じの疲労は来てるかなっていう感じですけど、まあ、これからしっかり体シーズン再開に向けて作っていかないといけないので、まあ、ハードにやれてるってことはいいことかなと思います。最後やっぱりなかなか得点を、まあ、取りきれない試合とかあって、まあ、その1点取ってれば、まあ、また流れ変わったかなとか、まあ自分は攻撃陣としてそういう攻撃の部分に対してその反省点があったので、まずチャンスを多くするってことと、やっぱり少なくてもやっぱり決めきるっていうところ、その攻撃の部分をまあ意識してやっていきたいかなと思います。まあ、こういういい環境で、まあ、常にチームメイトと過ごして、まあ、やれるっていういい機会なんで、しっかり身になるように、まあ、しっかり休むとき休んで、練習するときはしっかり 100% やって、まあ、それなのかなと思います。だいぶ勝ち点落としてると思うんで、まずしっかりリーグ戦取り返すっていう、ここからしっかり上位に上がっていけるようにしていくっていうのと、天皇杯残ってるし、まあ、そういう目の前にあるタイトルを、まあ、しっかり狙いにいきたいと思うし、まあ、もっともっと点取んなきゃいけないなと思います。まあ、キャンプ入る前から2部練習があって、まあ、徐々に上がってきて、今またちょっとフィジカル的にも上がってきてるんで、このまま続けていければいいかなと。もう初戦のやっぱために今まず合わせてやってるんで、そこでやっぱ勝てれば乗っていけるだろうし、その初戦に向かってまずはいいコンディションとチームやることをしっかり勉強していければいいなと。これはすごいみんなで一緒にご飯食べて生活するっていう意味で、まあ、またチーム一丸となってやっていけるように、ここでコミュニケーションもいっぱい取ってやっていければいいと思います。まあ、もうまずはまあ初戦勝って、そこからどんどん勝ち点積み上げて、やっぱ上位に食い込んでいくっていうのがやっぱりやらなきゃいけないことだと思うんで、そこに向けてしっかりやっていきたいなと思います。
まあ、見本からいいトレーニングできてますし、御殿場キャンプもいい雰囲気の中でやれてるんで、はい、いいと思います。チームとして悪い流れの中で、ね、中断に入って、まあ、再開後はやっぱりチーム全体としてやっぱ意思統一して何をやるかっていうのはやっぱり明確にしなきゃいけないと思いますし、個人としてはまあもっと、ね、ボールを触ってゲームを作るわけじゃないですけどしっかり、コントロールしてどんどんチャンスメイクでしていければいいかなと思ってます。まあ、そんなに長い期間のトレーニングじゃないですけど、キャンプじゃないですけど、この時間をねやっぱり大事にしなきゃいけないと思いますし、この5日間っていうのは絶対に再開後にねつながってくると思ってますし、つながってくると信じてるんで、みんな一丸となってねやっていけたらいいかなと思います。やっぱ数だけですし、チーム全体として何をやるかっていうのをもう一回ね確認しながらやって、再開後のやっぱり1試合目から、ね、全力でいけるように御殿場キャンプからしっかりやっていきたいかなと思います。誇り高き一つのチームと一つの使命、絶対に諦めない闘志、頂を目指し夢をつかむ、さあ行くぞ登ろう。7月19日 VS 川崎フロンターレ。